ナマコはゆるふわキャラだから許されます。許されません。こんにちは、アルです。さあ今日はこちらの依頼について調べていきましょう。じゃじゃん、和弘さん、ありがとうございます。アルさん、調査してほしいです。オクトで時間切れになったら爆発するやつ、かっこタカちゃんの後ろについてるやつで、木箱は破れるんですか？採用お願いします。これからも頑張ってください。というわけで、ナマコが許されない理由を調べていきましょう。ここがいいかな。愛のゼロにギリインククリアできたら自慢げに生き入りドヤ顔を駅、限られたインクでゴールせよ。はい、ナマコっていうのはね、この青いののことなんですけれども、これですね、ナマコ社書。ここは潜伏でインク回復できません。まあこういうね、アドバイスとかくれるんですけど、このね、オクトのステージでね、ミスると容赦なくこのね、主人公ハチをね、爆殺してくるんですよ。僕は何回も爆殺されてるんで、許すことが到底できない。できないんだー！はははは。その一部始終をご覧いただきましょう。OK、まずはこの木箱で爆発が壊れるかっていう、爆発の威力をちょっと見てみましょうか。ここね、インクなくなったら爆発するんで、こうやって勝手に使っとったら、どんどんなくなってって、こんな爆発です。ダーン！ね、結構な爆発でしょ。あれね、ナマコ車掌が爆発スイッチを押してるんですよ。とんでもねえやつだな。で、この、こういう木箱ね、これをちょっと壊れるかやってみましょう。ちょい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 来た来た来た、行くよ行くよ。ジャイーン。あ、壊れんのんじゃねえ。インクレールつくかな。インクレールってこう、一発パチって打ったら、こう、つくんですよ。ただ、さっきの爆発って緑のインクだったじゃん。じけ、緑のインクでつけば成功なんですけど、ちょっとまた、こう、ゼロにして、インクが、チュイーン、つかねえな。あ、これ、インクがあとちょっとでなくなりそうになったら、ほら、爆発スイッチ押しますよ押しますよみたいな感じでピコ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 なるよる。リン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 。くそ、ナマコ車掌め、ボタン半押ししよんじゃないこれ。やめてよ。という感じで、ナマコにはね、何回も爆殺されてるんで、僕はね、許すことができないんですよ。ゆるふわキャラなのかな。ちょっと見てみましょうか。いつもご乗車ありがとうございます。この最後の数がカタカナになってるのなんな。この野郎、最後のカタカナなんなんだよ。ナマコ端末をお持ちの方は X で路線図をご覧になれます。数なんでカタカナなんだよ。黙るなよ。お忘れ物ないようご注意ください。イがカタカナになってるよ。黙るなよ。なんだよ。くっそー、あいつゆるふわじゃないぞ。殺人、殺タコだからな、殺タコ。殺タコ機だよ。オッケー。あと、なんだったっけ。あ、やつの爆発では木箱は壊れないし、インクレールは濡れないですね。ただね、地面は濡れるんよね。練り物ってそういうやつなんかな。オッケー、次行ってみよう。今日ちょっと小ネタ多めです。じゃじゃん、アミス YP さん、ありがとうございます。スプラトゥーン1ではヒーローモードで、シューターで撃ってる時にボムを素早く切り替えまくると連射力が上がったのですが、スプラトゥーン2でもできるのか調べてほしいです。へぇー、そうなんじゃ。ちょっと待ってよ。俺今ちょうど、あ、レベル3になっとるわ。なんか調べれるやつないかな。ブラスターとか。ブラスター普通に撃ったら、これじゃん。で、これを、この十字キーでね、こうやって、ボム切り替えれるんで、変わんねえな。ちなみに、ブラスターでこの木を打つとね、スーモみたいな動きをします。あ、これ、インクが緑のところで木があったらいけるんじゃない？めっちゃスーモなんじゃない？あ、でも木がないか。もうエリア2から木がないのか。情けですね。1しかないのか。
多分連射変わらんね。ここは変わりよったっていうことなんかね。こう切り替えると、あ、構えとるときに切り替えたら変わる、いろいろ。シュイ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 、ほら。カーリングがシュイーンってなるけ。あ、そっか。オーケー。じゃじゃん。ポテチさん、ありがとうございます。アルさん、小ネタなのかわかりませんが、ロビーに入る前のところの壁にポスターが貼ってあります。そこに一つだけ3と書かれたポスターがあります。スプラトゥーン3と関係があるのでしょうか？採用お願いします。長文失礼しました。どこだ？入るところの前の壁。この辺よね、多分ね。天井とかもないか。3って書いたポスターが見当たらん。あ、これ？これ。見ようによっては3に見えるね。3が1、2、3、4、5。なんだろう、これ。ちょっと表から見てみようか。確かにこれ3に見えるな。これか。なんでこれ。何何？ピアノの黒鍵と白鍵をイメージしたまんじゅうです。あ、これまんじゅうだって。確かに3に見えるけど、こう、ピアノのね、ドレミのところですね、これね。オッケー。じゃじゃん。小麦さん、ありがとうございます。アルさん、悩み事があるんですけど、私はちゃんとお友達の誕生日を祝ってあげてるんですけど、みんな私の誕生日を覚えてくれません。どうすればいいでしょうか？オッケー。じゃあ、誕生日を教えてください。っていうか、誕生日の時にコメントを、誕生日の前日とかにコメントをくれたら、ね、コメントの返信で、気づいたらね、気づいたらコメントの返信でおめでとうって、みんなで祝ってあげましょうよ。小麦さん、誕生日いつなんでしょうかね？もう過ぎた？ちなみに僕の誕生日は10月22日でございます。よろしくね。おっさんになるぜ。どんどん、あ、もうなってるか。おじいさんになっていけるわ。オッケー。誕生日はね、このこういうとんがり帽子でね、パーティーしようじゃないか。オッケー、次行ってみましょう。じゃじゃん。じゅんさん、ありがとうございます。アルさん質問です。アルさんはコメントの内容についてどう思いますか？嵐の対処法なども教えていただけると嬉しいです。採用お願いします。長文失礼しました。 OK、 僕はね、まあ、ほとんどっていうかね、もうほぼ全てのコメントは読んでるんですよ。で、まあ、嵐とかそういうなんかね、何言ってるんだろうなっていう人にはたまに返信をします。なんかね、前もあったんだけど、なんかね、大丈夫かなって思うんですよね。そんなことを、ね、この、まあ、僕も見ず知らずの人じゃないですか。実際会ったことない人にそんなこと言えるなんて大丈夫かなって思うんですよね。実際に、なんか、友達いるのかいみたいな、ちょっと心配になるんで、やばいよっていうのをお知らせするような感じで言いますね。だってやばいじゃん。ね。基本的にはスルーした方がいいんですけど、なんかね、あれですよね、スルーするのが当たり前ってはなってるんですけど、なんかスルーしたらこっちが我慢しとるみたいな感じになるけ、なんかね、ちょっとね、嫌なんですよね。なんで、あまりにもやばいなって思ったらね、君そんなことで実生活ちゃんとやっているのかいって思ったら、それを込めた皮肉も返しますけど。大人になれねえ。オッケー、行ってみましょう。ヒロツラ。オッケー、ヒロツラをやっていきましょう。ヒロツラを略してヒロツラとは、ヒロツラ？ヒロツ、なんかヒロツラ？ヒロツラでいいんか。ヒロツラとは、え？神々ですが、ヒーローは辛いよ。ヒーローツラとはですね、ヒーローモードをサブのみでクリアしようという企画でございます。コントローラーはね、本体の設定でこう ZR ボタンを効かなくして、押しても今連射してるんですけど、押しても出てこないですね。ただ、L ボタンを押すと出ます。これは緊急事態用に、L ボタンに割り振りをしております。オッケー。ちょっとね、最近ね、引っ越しをするんで、ジタバタしてるんですけど、ジタバタ、ドタバタしてるんですけど、やっていきましょう。で、クリアしてない。このね、北斎で行くのがいいらしいんですよね。これ、射程短いじゃん。でけ、ヒーローモードのステージのギミックもちょっと変わってて、いいらしいよ。行ってみよう。ちなみに、今、これ21もクリアしてるけ、ここクリアすれば、次、
湯加減、湯加減、タコツボビバノン、ここのボスね、いけるんかなって思うんですけど、ちょっと行ってみましょうか。次回だな。お、ここか、なるほどね。オッケーオッケー、カーリングで進んでいって、お、シュイ！オッケー、痛い！僕はスプラッシュボムマスターになっているからね。ほら。もうめちゃめちゃうまい。寿司コラめっちゃ使えるんじゃない？このヒロツラがおった。ヒロツラがおったら、俺、寿司コラ持つんだ。何かのフラグが立ったのかな？いや、持たんかもしれんけどね。スプラローラーベッチ持ってるかもしれんけど。オッケー。いいね、いいね。で、ここね。この人は一発だから。これで。オッケー。あー、こういう感じのとこもあるんか。これもカーリングだよね。カーリングで。あいつら結構ね、厄介なんよ。空中。オッケーオッケー。空中くん。あ、空中くんダメだ。あー、やめろ！お前と遊んでる暇はない！遊んでる暇は。こっち来いよ。渡んねえんだよな。オッケー。で、カーリングで行って、シューン。よし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 。え？なんだ？道がないぞ。あ、あった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 。爆発してくれてありがとう。よしよしよし、あそこにあるんだね。ポーン。俺のちょこちょこが火を吹くぜ。あ、吹かねえ。ポーン。痛い痛い痛い。ポーン。オッケー。ナイス、ちょこちょこ。うわ、これ、もしかして、結構やばいんじゃない？ここ。ここ、ここまでしかないじゃん。で、まあ、あそこの彼は死んでもらいましょうか。で、ここか。あ、いけるな。よし。オッケー。鍵取って、帰る。オッケー。ほいで。なに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 ？あー、そういうことね。これ。ほーらよ。ほーらよ。シャリン、シャリン、シャリン。オッケー。で、あっち行こうか。あっちも、おるよね。奴らが。オッケーオッケー。ヒューン。行きなさい。よし、オッケー。で、先に塗っておいて、ボーン。あ、死んでない。オッケー。はい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 。ここか、ここね。ここはあそこにポーンって投げます。バイーン。オッケー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 。うわ、そんなに下がる、そんなに下がるのか。ただの死亡です。ただの死亡事故が起きましたね。チャリリン。チャリリン。よし。チャリリンしておいて。うわぁ。これきついな。チャリリン。これも行くか。よしよし、ダメージを食らいながら、で、ここを、オッケー。なんだ？よし。うわー、なんだ君たちは。どこから出た？びっくりした。オッケー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 。ほいで。あ、これ乗るんだよね。え？どうしたらいいんだ？あ、そっかそっか。戻る、ララララララ、戻る。で、あそこに置いておく。乗る。危ねえ。こっち来る。よし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 。で、回復図出す。あそこにポイする。ポイーン。鍵取る。オッケー。すべてがうまくいっている。この面は、いけるんじゃないか？なんだろう。
嫌な予感がする。上からボムを転がそうか。思い知ったか、ボムの力。おっと、タコゾネ、タコゾネか。ほーらほーら、ポイーン、オッケー、爆殺していく。俺もナマコとやってる意味、やってること変わんねえな。ナマコと和解しないといけないのかもしれない。俺もタコゾネスを爆殺してるよ。でもあいつは許すことはできないな、やっぱり。これは、お、こんなとこにキボコがあったんだ。これ気づかんかったな。壊れる、これボムで何回やればいいんだろう。結構硬いな。ボム、オッケー。で、はいはいはい、ちょこちょこ行くのだ、行くのだ。よしよしよし、オッケー、オッケー。でこれが、あー、君たちか。ここ意味ない、ここ何だったっけ。あー、そっかそっか、ちょっとこれはね倒さねえけんわ。よし、君たち死んでくれ。うわぁ、置いてきぼりにするか。オッケー。で、こうして、よし、行こう。オッケー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 。いいぜいいぜ。これは、実はあっち行かんでいいよね。こうして。オッケー。うわ、ギリギリ、危ねえ。はい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 、なるほど。忍び寄る恐怖を味わってもらおう。ポーン、ちょこ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 、いけ、オッケー。忍び寄る恐怖再び、ちょこ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 、ファイヤー。遠くから撃つからだよ。パーンと鍵取ります。鍵開けます。転がして、バイン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 。え、あら、これは、あ、ここいける、ここいける。うわ、めちゃめちゃありがとう、これ。よっしゃ、クリア、オッケー。フェフィン。ズンズン、ズルズン。オッケー。という感じで、このチャンネルではですね、皆様のコメントをもとに動画を作っております。あれだよね。なんか面白いこととかあったら、YouTube のコメント欄で教えてください。待て待て。今ね、すごい見てくださってる方がじゃんじゃん増えてるんで、ありがたーい。あれでございました。じゃねー。ぜひチャンネル登録と、あと友達で見てないよっていう方がいたら、おすすめをしてあげてください。みんなのプレゼン能力に、このチャンネルはかかっておりますので、よろしくお願いします。じゃねー。バイバーイ。